こんにちは、ブルカナリアセカンド小倉です。久しぶりですね、このそうですね、復帰明けて、まあ、ちゃんと、なんていうんですか、カクテルの動画を撮るのは最初じゃないですかね。そうです、ということで、はい、今日はちょっと渡井くん決まっちゃうかもしれないんですけど、嫌です。一発目ということで、ちょっとケーキ漬けに、シューターカクテルって呼ばれるこうショットで一気飲みするようなカクテルがあるんですけど、はい、今日は B-52 っていうアメリカ の, あの爆撃機にちなんで付けられた名前のカクテルがあるんですけど、はい、まあ、ベイリーズとカルワとグランマルニーをこうブースカフェ層にして作るっていうカクテルなんですけど、何ミリなんですか？全部一応等量、はい、17度、20度、17だっけな、17でした。17度、20度、40度です。はい。お手が決まっちゃうかもな、これ。これ、あれなんですよ。この、あんまなんかこう、なんていうんですか、もうちょっとこう、パリピなお店というか、はい、だと、結構多分こう、上に最後火をつけて出すんですけど、はいはい、あんまりこうね、普通のオーセンティックな場でやるとちょっともしかしたら怒られちゃうかもしれないですけど、まあそうですね、オーセンティックじゃないですね、まあ、こぼれちゃったりしたら危ないからね、やっぱり。まあ YouTube ならではですね、まあ、YouTube ならではということで、この最後上に火をつけて、はい、でこうストローを下までポッと刺して一気飲みします。なるほど。これがちなみに過去最高に酔っ払いました。小倉さん史上過去最高に酔っ払った、史上過去最高にこのカクテルが酔っ払いました。まあ三層ですね。まあまあまあ三層です。はい、ちゃんと三層に見えます僕には。ちゃんと三層です。じゃあこれで後で渡井くんが飲むときに、火をつけます。B-52 です。はい。じゃあ仕切り直しで、大事なことがビビらないことです。ちょっとついて消えちゃいますね。消えちゃったね。飛んじゃってるんですか。あ、いった、いった、いった。行けます。行け。うまいっすね。行く。やばくない？最後なんかさ、火もちょっと吸うじゃん、なんか燃えてる感もあるじゃん。なんかこれやばくない、この火も吸ってんすか俺。ちょっと残ってるから吸ってなかったかも。あ、もう大丈夫大丈夫。なんかその最後全部吸い切って、最後ちょっとなんかそのアルコールの燃えてる火ついてるのも飲むと、なんかこうもっとブワーってなる。すっごいすっごいよこれ。でもね、美味しいっすね普通にね、はい、まあ、美味しい、まあ、カルーアとね、オレンジリキュールとベリーズだからね、美味しいっすね。まあ、これはね、YouTube 限定なんで、ちょっとあれだったね、もうちょっと最初から行ってほしい、全部行きましたよ、行けるとこまで行きましたよ。全部吸いましたよ。燃えた？え？燃えた？いや、燃えてます。熱いっす。いろんな意味で。熱いっす。胃が熱いっす。もうこの中でもう熱くなるんだろう。いや、失敗かな。まあたまにはこんなね、やつもいいかなって。まあ、僕初めてね、知ったんで、この中で。いや、YouTube 素晴らしいなと思いました。
YouTube をやってこの知識を得ることができた。めっちゃ暑いですけど大丈夫ですか？あれかもね、やっぱファイヤーしてるかもね。中ですか？中で燃えてるんですか？燃えてるかもしれない。頑張って家に帰ります。じゃあ帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。